はい、それでは皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。ご無沙汰でございます。いやいや、毎度毎度。はい、バリのね、ウエストサイド、はるか西の方にある、まあ、高級リゾート地。で、今、どんどん開発が進んでる場所から、今日はですね、もう20年来の、ビジネスパートナーでもあり、親友でもあり、僕のメンターでもあるですね、丸尾さんとちょっとお話をですね、今日は久しぶりの、ね、これもう前撮っても2、3年前もっとですかね。いやどうやらね、長いこと撮ってないな、長いこともう来るのはね、あのちょこちょこ来てもらって、ね、ちょこちょこね、もっと頻繁に来なぁね、ダメですけどね、じゃあまあいろんなね、お話をさせていただきます、でまたこの動画はですね、うちのハッピーライフだけじゃなくてアニリゾの、サロンとかのまた紹介も概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧おきの上ご参加のほどもよろしくお願いいたします。それでは行きましょう。丸尾さんですね、まずですね、まあ、僕のとこにいろいろな人たちから、まあ、質問とか相談が来ることがあって、僕は僕なりにね、お答えさせていただいてるんですけども、もう破格な、もう昨日一昨日からもうみんなびっくりするぐらいの、この化けらった級のこの空気感をこう今までこう体現具現化されてきた丸尾さんの頭の中から見るとですね、どんなお答えが引き出せるのかということで、ちょっと質問を用意していただきます。まず一つ目、お金持ちになりたい人たちが身につけるべき日常の習慣として、丸尾さんが例えば習慣していることがありますかということで、健康についてまず何か意識されている習慣ってありますかね。まずね、あの健康についてはとにかくこれ、まあ、特にね、日本の皆さんね、やっぱり自然が育てたものを口にするっていうね、やっぱりその意識が大切に思います。あの例えば釣り好きなね、おじさんが近くにあるだとかね、もう仲間があるんだったらちょっと分けてもらうようなね、人が育てた、まあ、魚介とか人が育てたお野菜ばかりに頼らずね、あのやはりその自然にね、山菜であるとか近海で取れるような普通に釣りして釣れるようなね、自然が育んだものっていうかな、自然が育てたものを口にするっていうことをやっぱり心がけていただけたら、いや本当の意味でミネラルとかね、やっぱり豊富に摂取できるように思うんですね。でやっぱり過保護にね、あの育ってるんですよ。例えば、まあ、鶏ね、まあ、チキンにしかり、ね、魚にしかりね、お野菜、まあ、そういう水耕栽培にしかりね、あの、過保護に育てられてるんですね。その、人と一緒で、やっぱり過保護に育てたものを捕食すると、やっぱりね、その生命力がいただきにくいわけや。分けてもらいにくいわけな。だから、やはり、そのね、自然が育てたもの、セリナズナとかね、ほんで、まあ、農家さんとかは、週末ぐらいはさ、応援しに行って、ね、で、そこでね、まあ畑耕すもええねんけど、その自然に取れるものね、まあそういうのを僕はもう子供の頃貧乏やったから、やっぱり運べ食べてみたりね、つくし食ってみたり、そういう自然に育ったものをやっぱりいくばくか口にするようなことをずっとやってきたことで、今日病気しません。お医者さんにかかることがないのよね。だから皆さんもやっぱりね、病気になってどうこうするとかあたふたするんじゃなくてね、やっぱりそういうね、自然から得るものをね、やっぱり口にするっていうことを心がけてみてください。僕もやってます、ずっとやってます。だから雑草食ってます、バリ島でね。バリ島で河原のね、そのほとりに、まあ、ボーボーバー、あの、雑草があって。で、それがね、あの、ま、近所のね、まあ、スタッフさんとかがね、あの、いっぱい持ってきてくれるのにね。で、フルーツもそうです。まあ、庭にね、なるフルーツなんかは、ほんとね、うち農薬も何も使ってないのでね。はい。まあ、そういうマンゴーとかでもね、500個ぐらいできたりするんで、そういうのをやっぱり口にすることで、本当の生命力とか、本当の、まあ、生きたものをね、過保護に育っていないものを口にすることを心がけてみてください。なるほど。はい。これね、あの、まあ、食事のお話、今、していただいたんですけど、なんか運動とか、なんか柔軟とか、柔軟運動ね。瞑想とか、今流行りのね、何かその辺をですね、実はここだけの話だけど、俺こんなことやってね、みたいな。もしあったら。ね、むちゃくちゃ体柔らかいじゃないですか。めちゃめちゃ柔らかいよ。めちゃめちゃ柔らかいし、めちゃめちゃ元気やし、筋肉痛とか、なんか肩こりとか、何もないですね。これ、まあもちろんね、そのバリ島ね、まあ地球にかかる遠心力のおかげもあるから、まあ真ん中に近いことでね、ブンブン回ってるだろうから、地球もね。だからそういうので、その重力との反対勢力ね、遠心力の恩恵ももちろんあるんだろう、心臓負担も少ないんだろうと思うんですけど、過度の運動をしないっていうことの方が僕は逆に安全じゃないかなと思ってて、やっぱりそのランナー
ナーとかね、マラソンを走っておられる方とかね、うん、もう自転車で一生懸命ね、あの 何百キロって走るような人もたくさんあるんだけど、うん、僕はそう無理しないっていうね。あ、そうですよね。だからあの負担をね、その体あちこちにかけないということを逆にやってます。でこれはね、意外とね、僕若い時からそうで、まあオートバイ乗ったり車乗ったりね、大好きなんやけど、やっぱりね、その自分で何か漕ぐか言ったらそんなに漕いでないのよね。あ、なんかね、あ、まあ、すごいナチュラルですよね。そう、ナチュラル、ね、だから、まあ、ちょっとね、もちろん歩くとかはありますよ。歩くとかはあるけど、もう散歩程度やし、なんかどこかの山縦走するとか、そういうの全然ないし、うん、だから僕は、体をね、逆に、まあ、痛めつけないっていうかな、過度な運動をしないっていうことの方が、僕は逆に丈夫で長生きじゃないかななんて思ってます。さあ、それでは、丸さん、続けてですね、はい、仕事。ほう。ね、もう、うん、丸尾さんの場合はもうこの生きてること自体が勝手に仕事になってるような感情を僕は受けるんですけども、はいはい、仕事へのまあ普段なんか意識してるね、取り組み方とか、うん、なんか心得的な、もう習慣化してしまって、はい、多分こう丸尾さん的には当たり前すぎて、うん、そんな普通やんと思うようなことがねそう、絶対ね、いっぱいヒントが僕埋もれてると思うんですよ、うん、はい、その辺を今日は引き出せたらなということで、はい、あのね、僕の仕事っていうのは、うん、まあ簡単に言ってしまうとね、人の応援なんですよね、うん、やっぱり関連会社社長がたくさんおられてね、うん、まあもう今、まあ、年齢で言ったら先輩の方がほとんどなんですけど、立派な方ばかりですよ。で、そういうね、立派な人ね、よく働く人、頑張り屋さん、はい、これを徹底的に応援するっていうことに尽きるんじゃないかなっていうふうに思います。だからまあそういうね、うち関連会社の社長の皆さんにね、いろんなもん借りてもらうわけやねんけど、僕はやっぱりリース業から、まあ、派生した男なんでね、それで伸びてきた男なんで、まあリース、レンタルとかね、物持ちがいいんですね、僕って。その物を持ってて、それをね、いかに活用させるかっていうことなんですね、働いてもらうかっていうことなんですけど、その働き屋さん、まあ働き、まあ、何ていうのこれ、よく働き者に物貸すっていうな、働き者に働いてもらうしかないよね、俺なんかね、うん、だからもう僕もね、もちろん働き者でしたよ、ずっと働き者で来てるんですけど、やっぱりね、そういう人がに借りてもらうとね、あ、まあこれはまあ例えばまあ、住宅、オフィス、いろんなものあるんですね、そのテナントで、こういうもの借りてもらうと、やっぱりね、何ていうの、この間ね、昨今の病気、ね、病、いろいろね、ウイルスあれど、でそういう中であってもね、きちっとね、家賃を納めていただけたりね、やっぱりしてきます。ね、やっぱりこれルーズで怠け者、こういうところに貸与えるとやっぱりね、戻ってこないように思うよね。あ、なるほど、うん、だから僕はやっぱりその働き者を徹底的に応援するっていうことを一生懸命ずっと心がけてやってきました。結果なんかね、まあ働いてるんですよ、働いてるんですが、その時間の使い道とかね、うん、やっぱりその過ごし方が変わり始めます、やっぱり、ね、うんうん、だから皆さんもぜひね、働き者を見つけては、なるほど、ね、もちろんご子息でも構わないよね、よう働け頑張れ言うて、でそこを応援することで、ね、やっぱり僕はいずれ帰ってくるようなイメージでずっと来てます。一つこれ、ね、個人的な質問なんですよね、うん、はい、僕も集合住宅お部屋を貸してる、貸して、ね、うん、はい、いただいて、まあ、何十室とさせていただいてるんですけども、はいはい、時折見かける滞納、まあ、要するに働き者じゃないような人が、はいはいはい、管理会社が、まあ、面談して入れてくれたおかげなんですけれども、はいはい、うん、でもまあ滞納がちょこちょこあるとか、うん、僕の場合ね、これちょっと違くて、はい、でも僕逃げた、まあ逃げたはね、もうずっと大親友で長いんですけど、うん、ね、皆さんご存じないと思うから、やっぱりね、結局ね、自分で棚をっていうのがあって、うん、で自分で見つけるんですよ、お、はい、自分で見つけて、はい、自分で育てるんです、うん、そしたら裏切れないというのがまずあるんですよ。なるほど。あの人を裏切れないで、こう家賃助けてくれたり、うん、ね、滞納しそうになってもよ、いろいろと応援してくれたり助けてくれたり、うん、でもやっぱり基礎基本には働き者であるっていうことね、うん、その人は、うん、真面目であるっていうことね、うん、でここはもう絶対言いづらないですよ。だからここで真面目で頑張りやすいったら、いずれ成功が必ずあるんだ、はいはい、ね、はい、だ続ける継続するっていうことをやっていただける方々ならね、うん、でそういうところを自分で見つけてきて、ほんでその自分で見つけてきた社長か、まあ部長もおるわけや、うん、課長もおるやろ、係長もおったり、うん、ほんなまあ出稼ぎの新入社員もおったりするわけよね、うん、でそういうところにそのまあ棚をねつけてかかるっていうかな、
まあ、はい、ジャワから来る人があって、その人らにアパートメント貸すわけや、うん、社長がな。そしたら社長が負担しよう、もしケツ割ったら、はい、払えなかったら、はいはいはい、社長が負担する、部長が負担するっていう、うん、こういう二重三重の行動になってるから、僕とここ一泊くれがない、取り一泊くれがない、どの恥ずかしいわけ。いや、今ね、一応ね、うん、一部ね、うん、僕が面倒見てね、うん、見させていただいてる、やってるやん、入ってもらう、ずっとやってる、で掃除してもらったり、その代わりお家賃安くしたり、そう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 、ね、工夫させてもらったり、そう、一緒のことやからね、結局、管理会社に払うのも、ね、自分のところの田中さんが自主的に掃除してくれて、うん、それで彼らの家賃下げるのも一緒のことやから、ね、だから僕も一緒ですよ、そういうことを常に心がけたり、ね、僕はまあ施設とかでもいろんなものをそういうふうに、まあ、人のね、お名前借りたりもしながらやってるもんで、はい、だからそこはね、安泰というかね、絶対動かないですね、はい、あの人じゃないと困るってみんな言ってくれるから、すごいな、うん、やっぱりそういうのが心がけとしてあったら、まあ、大営業をね、日本でされてる方とか、これから目指しておられる方も、まあ、いいんじゃないかなって思いますよ。だから、まあ、管理、まあ、そういう集めてくれる人がね、うん、たくさん、まあ、不動産会社の方々があるから、うん、まあ、そこ頼ってしまいがちなんだけれども、うん、やっぱり大家は大家なりに工夫を持ってして、ね、自分の、まあ、教え子であるとか逃げたんやったら、ね、そういう、まあ、関係のある人に住んでいただくっていうことが、やっぱり僕大切、一番大切な要素じゃないかなって思いますよ。なるほど、大発見です。やはりもう心がけます、絶対した方がいい、はいはい、そして3つ目、マロさんの、うん、まあ、お金に関する習慣、うん、お金の、まあ、守り方だったり、うん、使い方だったり、うん、まあ、いろいろね、いろんな本とかいろんな動画見てると、はい、守り方、使い方、稼ぎ方とかいろんなネタが書かれてると思うんだけど、マロさんがそのお金に関して、うん、もうなんか意識しているものと習慣というか、はいはい、考え方、はい、ポリシーっていうのがあれば、はい、これも実はね、皆さんね、僕お金に対する執着ないんですよこう見えて、なんていうのかな、お金っていうのはね、僕にとってみたら道具、便利な道具なんで、はい、まあ、武器みたいなもんですよ、はい、ね、うん、だから放つっていうところが僕にはまあ関心がね、あって、うん、いかに、そのまあ使い道のことやねんけど、うん、いかに何に使うかっていうこと、ほんで、それ、その使ったことで、うん、ね、どれぐらいこの先人生が、うん、まあ、明るく豊かになれるかとか、はい、なるほどね、うん、結局は、ね、豊かにするでもいい、うん、人、友達にと一緒に、うん、まあ、今僕ほらバイクじゃんじゃん買ってる、うん、でこれバイクじゃんじゃん買って、うん、で友達に利用してもらうわけや、で一緒に楽しむわけや、でこれはまず友達の中に思い出いうのがね、構成できる、友達どんどんああ兄貴と行ったわとか、うん、な、丸さんと行ったわ言うてくれる、ほんでこうそうしたら今度僕、いや、その話を、ね、うん、日本、オーストラリア、みんな友達の間でするわけや、みんな、うんうん、で俺も行ってみたい、僕もやってみたい、ね、それできんの、いや、ほな割と行こうや、一緒に、こないなるよね、うん、でこれ一緒に来たらどんどんバイク買わなあかんようになってくれ、僕、あ、なるほどね、そうしたらどんどん買うんだけれども、友達が昨日も見たやん、逃げた、俺も欲しいわってバイク、うんうんうん、ね、なら僕のバイク買うてくれる、あ、なるほど、はい、ほんなら今5代目やね、うん、で今2台発注してるから7代目になるよね、そうしたらそのうちのもう今 3つ4つぐらい買って、友達が買ってくれ、うん、僕のやつにしたいですこれと、うん、買っていいですかこれと、うん、兄貴分けてくださいってこの間言われ、ええー、って分けんのこれ、すごいバイクいっぱいする、いや、バイクいっぱいやろ、ほな家の中にバイク並んで、そう、家の場合に展示場みたいになってる、そうそうそう、家の中にね、今すごい、いや、そうしたら、うん、ほんなら俺、いや、ちょっと待って、俺の名古屋なるやん、うん、ほんでまた買うやん、でどんどん買うやん、で仲間どんどん増えるやん、うん、ほんでどんどん増えていったら楽しいやろ、ほんでそのどんどん思い出共有できたり、ね、そうなっていくじゃん、はい、僕、うん、ジンバランとかもいろんなとこでこう住宅ね、買い会社が開発するもんだから、うん、でその残りも買わされるっていう、いつも、はい、残り残ったから親も買ってよ、はい、ええー、で何で残ったから買うの俺、でもいや残ったからもうちょっとこんだけやから買って言って、うん、ほんでそれ買うやん、で買っといたらな、どんどん買ってたら、いや、なんでそんないっぱい持ってるんですか、もう逃げたんも言うたし、友達みんな言うやん、いや、女の子安で分けたるわってなるやん、ほんでそれどんどんでやってたら、友達が全部バリ島に、はいはい、どんどん不動産持ったり、うん、仲間増えたり、ほんでまあ自分はあんまり使えへんが、まだ現役で頑張っておられるから、うん、お父さんお母さんって言って、うん、おじいちゃんおばあちゃんいっぱい住んでたり、もうするやん、なそういうことやみたいな、だから結局はそのお金の使い道を誤らなければ、資材とかもいろんなも増えていくんですよ、で、うんうんうん、と思い出が伴ってるかってこと、
それに例えばじゃあ逃げたん、あ逃げたんいつもやってくれるやん、うん、な立派な寿司ここで握ってくれたり、はいはい、超大きな思い出になってるやん、うん、だからそういうね人の思いに自分が使ったお金で何を残せるかっていうことをポイント置きしたらいいんじゃないかな、うん、こんなふうに、なるほど、残ってますだからすごい話ですね。いやすごいとかもう俺普通やねん、一般の人はそんな考えてない人が考えてないね、だからまあこれ、うん、いや皆さんね、これ日本の皆さんね、うん、いやこれいるわ電気代払わなきゃ、うん、こんなんあるわとあんなんあるわってこないなっていくやんか、うん、それはね共有でききってないからなんです、はいはい、でも俺恐ろしい電気代よねここ家でもビビるでお前なんちゅう電気代払うでんねんちゅう、うん、このじゃあ恐ろしい電気代で照らされたの誰逃げたやん、うん、そやろ、うん、友達やここに訪れる皆さんやここで生活する皆さんや皆さんが常にあるから、うん、ところがワンルームで暮らしてる日本の若者誰照らされてるの自分自身でしかない、うんうん、だからあかん、だからあかんね、はいはい、払い切らんようになっていく、そうみんなで照らされたら、あ今度いや僕お酒好きやから、うん、なか逃げたよう持ってきてくれるやん、うん、な、うん、ほんでこんなあても酒の魚もこんなん好きやから、はい、で逃げたよう持ってきてくれるやん、はい、でも普通ワンルームの人は自分で買わなきゃ、はいはい、でも俺は友達が持ってきてくれる、ほんで買わんですみやん、いやほんなら電気代ぐらい払っといたろかってなるやん、うん、どこに起用するか、うん、自分のお金とかね、うん、一生懸命みんな頑張ってお給料出たら、はい、その使い道がポイントに、みんなそこにあんまり思いやねん、ほんでまあなんか気づいたらたまってもたまってこんな感じになってる人ももちろんおられると思うんだけど、うんうん、いやそれはダメなんだ、たまってもたではあかん、いや本当に、なるほどね、はい、たまってもうたらあかん、もうたまってもうたらあかん、だから使い道をきちっと確立してる人っていうのは使った方が儲かる、うんうん、はい、昔からね、あそうやよく言いますよね、そうやね、お金持ちはお金使ったらお金が増えるっていう、そうやね、あれですよね、でも使い方分かれへん人が浪費っていうのをしてしまうの、うんうん、な自分一人でしょうもないな、なんかどっか行って高い高いとこ行って、いや自分一人で行くなんて、それやったらその高いのな2万5000円の食べれるんやったら、うん、1万円ずつのにして5000円交通費にしたら2人で食べれるじゃんっていうこと、うんうん、そうしたらその人にもう絶大な思い出残すことができる、な先輩1万円もするやつを奢ってくれはったわってこないなれるやろ、なのに2万5000円自分で食ってまんそれでアウトや、あかんわ痛いわやってるやつ、いや本当そういうことなんだ、わかりました、はい、ありがとうございます、大喜利ということで、マロさんがこう、うん、豊かな、ね、幸せな大富豪というか大金持ちになられた、うん、その中にあるね今日習慣のお話を聞かせていただきました、それではまた次回さよなら、ご視聴ありがとうございました、大喜利、はい皆さん、ここでなんとお知らせでございます、なんだかんだと頑張りましてね、この40年以上にわたる僕はですね投資でまあまあ成功してる人なんですね、もうご存じの方も多いと思います、この投資手法なんとニュースとか難しい用語とか言葉全く不要、なんか嘘みたいな本当の話、なんと勝率 80% 平均を超えるというですね、この手法を皆さんに今回公開する運びとなりました、この動画見られてる方もう本当に貴重な体験をされると思います、2つのコースが実は用意されていて、1つ目、まずこれはライブコースというコース、僕並びに認定講師それぞれ皆さんね勝率90から100%というねアホみたいな夢みたいな嘘みたいな人たちが皆さんが実際に株とか為替を取引するのを添削するというねすごいコースをやっております、ただこれね半年に1回しかやらないためにね満席が多いんですね、だから皆さんのご要望に応えてもう一つ用意しております、それがなんとオンラインコース、これはいつでもどこでも自分のペースで好きなように何回も繰り返す学べるこういうコース、この2つのコースをね今回用意いたしましたので、ぜひ皆さん、時代は投資です、貯金に預けてもお金は増えない、金庫の中にお金を入れておいてもインフレで減るだけ、ぜひですねこのチャンスに自分のお金を自分で増やす、そのことに取り組まれることをお勧めします、ということでお申し込み待ってるよ。